チャプター4、課外授業。次の朝。走れる。あれ、置き手紙的ななんかが。みゆすまねえ、どうしても断れねえ急ができちまったんで今から出かけてくるだど。しばらく家を離れる。しばらく一人か。おはよう。ご近所だから迎えに来ちゃったって。この村に住んでたみんな近所なんじゃない。一緒に学校行こう。すごい喋るよねエリオルは。京都先生おはよう。なんて珍しい。取り巻き。やんちゃ。やんちゃむだ。ニャスパ。あ、もうセーブ？セーブ早くない？あ、これチャイム？授業始めるぞー。はーい。今日は課外授業。課外授業とはダンジョンに行く授業だよ。みんなで冒険に行くんだよ。遠足みたいな感じ。なるほど。チーム。ヌメラと一緒。我慢する。なるほど、そういう役割もあるのか。ヌメラ、苦労してんだな。道具マスターへの道。なるほど。けどなんか不安だな。チャララララ敷地かちゃん頑張って。とりあえず話しかけよう。で仲良く遊びましょう。教頭先生は偉いので言うことはよく聞きましょう。あ、これが学校か。ここは中入れるんだ。ここが保健室。校長室。で、職員室。授業をサボってます。
加したらお仕置きよ。ここ出れる。なんだここは。井戸が詰まってるじゃん。井戸じゃないかあれ。今は授業中だよ。えらいこと言ってる。リオルがまともなことを言ってるぞ、問題児のくせに。さあ行くぞ。さあ行くぞ、無限の彼方へ。わあ、なんかもういきなり敵がいっぱいいるな。意外とヌメル頑張るな。効かねー。回復してる。なんか攻撃する前に、あ、混乱の枝を拾って持ち物に入れたならいいか。なんだ、プチ復活の種。てか道具、薬玉。このこれらのアイテムをどんどん使えってことか。なるほどね。進行かな。なんか敵が通ってる。なんか使うか。これ使ってみよう。さよなら。効果今一つ。下に行くと多分つながるな。じゃあ上行こう。ヨガのポーズ。なんだこいつは。あれっていうか、もしかしてこれ二重丸ってなんかよく聞くよみたいな感じかな。あ、やっぱりレベル9に上がった、そういうことか。今まで結構火の粉しか二重丸が出てなかったから気づかなかった。ほら、当たらなかった。だとほらえ、混乱した。会議で仲間の動き方を決められるようになった。なるほど。まあ別にいいか、このままで。水玉、リンゴ、敵がいるぞ。爆裂の種か。これ食べるとなんかダメージ与えられんだっけな。なんか通り過ぎてたぞ。深追いはしないタイプなんで。さあみんな出てくるんだ。
止まり、なんか来てる。あー、なんか効かないやつはマイナスみたいなマークになってる。背景光線だけなくなっちゃう。すごいな、みんな遠距離型の技持ってんだね。レベル上がった。なんかほとんど道具使ってないぞ。先進んじゃえ。3回。あれ当たんなかった。当たんないな。乾燥肌でダメージが増えた。やばいじゃん。オレンの実なくない？振ってみよう。イエーイ、オレンの実持ってたの？あれ当たんない。倒した倒した。アイテムいっぱいあるな。ここ入ろう。ディオールは自由に動くね。階段あるから登ってしまえ。あれ拾えないってことか。食べる。交換。どれが記録装置が意外といらない気がするけど、これリンゴ多すぎだからリンゴと交換しよう。はい、交換した。はい、こいつなんか持ってたっけ。爆睡玉使ってみよう。寝ろ。倒した。こいつも倒しておこう。混乱しとる。あ、死んだ。
プチ復活の種、便利だな。さ、進むか。あ、終わり？つー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 。あ、ニャツパーだ。そっか、ありがとう。ペースを、ペース結構上げてたっけ。大丈夫、きっとやれるよ。まあ特にそうも思わないけど、リオルがやりたいって言うんだったら。敵がいるな。なんかアイテム持ってたっけ。爆睡玉。使ってみよう。はい、寝ちゃいました。起きちゃった。燃えろ。下に敵がいる。多いな。さよなら。プチ復活。あ、こういう使い方できるのか。別に持たせておかなくてもいいんだ。なんで効かないんだ。よし、倒した。PP、 PPA だ。さっきすごいいっぱい持ってたんだけどね。 PP マックス。どうしよう、先に進もうか。先に進んじゃうか。これ以上アイテム取ってもしょうがないし。いるな。電光石火結構遠くからでも使えるんだね。オレンの実食べるか。それでもあとちょっとだよね多分。よーし、倒した。もうリオルはすぐ拾っちゃうんだから、アイテム。混乱しろ。当たらない。当たらない。当たった。お、パワーアップした。しのぎの枝。あ、オレンの実がある。 TP エーダーも拾ったし。嫌い。混乱してる。お、比較パワーアップした。
階段、7階。何にもないな、ここの部屋。上、階段がある。進んでしまえ。細かく探索してもいいけどな。薬玉は別にいらないな。アイテム発見。階段発見。これどんどん先進んでるけどだいぶ森の奥まで来たけど。疲れてるヌメラが。あれ、ヌメラいないじゃん。追い抜いたのか。ヌメラがいないよ。でもヌメラ置いてちゃダメだよ。ヌメラダメでしょ。てかこっから先2人、行っちゃうの。あ、フラッグある。確かにそうだけど、ヌメラの方が心配だ。早くクリアしないと。いや、ヌメラいないし。本当だよ。てかフラッグ取った後ヌメラ探せばよかったんじゃない。早くヌメラを探してくるんだ。はーい。あー、チャイムが鳴っちゃった。放課後。あ、ヌメラ見つかったんだ。よかった。え、そんなこと聞くなよ。どうだろう。そんなことないよ。そうなの。落ち込んじゃった。分かってるのに落ち込んじゃう。ごめんね、いつも鬱陶しくて泣いてる。リオルが泣いてる。いいんだよ、そんなこと気にしなくて。確かにな。力が溜まっていく。誰だお前は。